ございました。あの雪が降るんじゃないかって言ってダイヤが、ね、乱れたらどうなるかな、ちょっとやきもきしてましたけど、なんとか無事開催することができます。ありがとうございます。で、ちょっと少しだけお話しさせてください。今日アウトプットセミナーっていうのは、まあ、今回4回目になるんですけど、皆さんホームページとかであのご覧になってるかと思いますけど、我々こう3つの思いがあって CIT っていうのを立ち上げてるんですね。で1つはあの講師と受講生をしっかりあのつなぐ架け橋になりたいなっていうのと、やはり皆さん臨床家の集まりなので、やはり臨床にしっかり治療戦略を落とし込まれるための講習会っていうのを中心に企画しています。なので我々のセミナーも基本的には実技を入れてっていうような形を作ってます。それと最後、若手セラピストの育成、応援という、ちょっと、そんなのを少しでも協力させていただけたらなという思いがあります。で、今日のこのアウトプットセミナーの一つですね、この育成、応援というところを一つの目標になっています。で、我々が今できること何かなって言ったら、まあ、皆さんがいろんなセミナーで得られたアイデアをですね、まず情報をしっかりアイデアに変換する、自分のものにするっていうのが、そのプロセスがアウトプットだったりするので、ちょっとそういった機会を作っていきたいなというのがあります。で、今日もそうですけど、まず講習会だとか本みたいにすると、皆さんインプットされますよね。で、インプットして、ここで終わっちゃうと、やっぱり、一時はこう知識増えたり、経験増えるんですけど、そのままやっぱりフェードアウトしていってしまうので、やはりそこには何が重要かって言ったら、人に伝えるとか、アウトプットすることが非常に大事だっていうのを思います。でこのアウトプットするっていうのはこのプロセスその過程の中でしっかりこう自分の知識を積み上げて自分のものにするっていうこうスループットっていうあの過程があるんですね。ここが重要だと言われているので、この重要なスループットをするためにはやっぱりアウトプット、なのでこのアウトプットっていうのが実は最大のインプットって言われているんですね。自分のものに落とし込むため、なのでちょっと我々はそういった機会をこの講習会を通じて皆さんに提供していきたいなっていうのがこうアウトプットする機会、学会とかっていうのはなんとか自分で頑張れば支援されて、アクセプトされれば 自力でなんとかできるんですけど、こういった講師として、人に伝えるっていうのはなかなかこういうつながりだとか機会がないと実現できないので、そういった機会を提供したいなというところです。で今回4回目になるんですけど、過去にいろんな講師の先生たちがここで卒業してってくれたんですね。で例えばこういった中野さんとか今初め本田さんだとかっていうのもここでアウトプットセミナーをしていただいて講師をしていただいて、もう講習会を今アシスタント務めてもらったりだとかしています。あとは、横山さんだとかっていうのもここでやってもらって、こんなに集めてですね、ナイトセミナーっていうのを開催していただいて次のステップに進んでもらっています。で他にもこういったナイトセミナーをやってる方があって、で今受付やってますけど、うちの伊波さんなんかは、そこ田中先生っていうウィメンズヘルスの皆さんご存知だと思いますけど、田中先生外部の講師のアシスタントもやったりだとか、そんなのが、このアウトプットセミナーを経て、皆さん成長してくれてるなっていうところがあります。で昨年度、ここで発表してくれた海老名総合病の澤先生もここで発表したんですけど、年明け年明けにナイトセミナーを企画しているので、ちょっとだけ、いいですか、いってます。おはようございます。海老名総合病院の澤と申します。皆さんのお手元に、チラシが配られていると思うんですけど、来年の1月17日に、内部障害に対するリハビリテーション、ビジネスセミナーの実用認証に役立つ理論というタイトルで、ナイトセミナーを開催させていただきます。内容に関しましては、僕、急性期に所属してるんですけど、急性期、回復期、時期、かかわらず、どのカテゴリーでも使えるような評価ですとか、考え方っていうのを皆さんにお伝えできたらなと思いますので、当初予定しておりました会場をちょっと変更させていただいて、皆様によりアクセスしやすいような会場になっておりますので、ぜひぜひ参加していただければなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、お願いします。興味あれば、皆さんよろしくお願いします。はい、すみません、ちょっと長くなりました。本日、5人の講師の先生に、お願いしています。で、1部、2部と2つの構成に分かれていますけど、まず第1部は、泉先生、企業動作というのを中心に、泉先生が普段気をつけているということを、どんなところを心がけてやっているかというのをお話ししていただきます。で、2人目の先生は前川先生、予防医学と理学療法士にできることというところをテーマにしてお話ししていただきます。
で大体1人の講師なんですけど、50分くらいお話ししていただいた後に、皆さんと15分程度ディスカッションできたらいいかなと思ってますので、皆さん活発なご意見をよろしくお願いします。で、お昼を挟んで、午後の一番目は鳥居先生、触診ということで、触れることの大切さというテーマでお話ししていきます。でその後、星野先生に膝の痛みと向き合うというテーマでお話ししていただいて、最後、吉井先生に、パフォーマンス向上を目的とした、介入と脳活動の傾向性に着目してというテーマでお話ししていただきます。ちょっと5時間程度の長丁場となりますけども、皆さん、お付き合いよろしくお願いします。はい、そうしましたら、早速ですけども、最初の吉井先生、よろしくお願いします。
た目っていうのはあまりちょっと見てもなんか分かんないかもしれないですけど、まずちょっと手を出してください。で触れます。でこのプッシュプル、押すとかあと引っ張るとか、これってすごく分かりやすいんですけど、僕が今回伝えたいのは、こう僕がこう触れてる感じで分かりますか。でこうやったらなんか押されてる感じで分かりますか、はい、で僕の手のひらにまずちょっとついてきてもらっていいですか。こうやったらなんかねこうなんか前に来てるとか後ろに来てるっていうのをこの僕が言葉で伝えるもあるんですけど、言葉で伝える前に患者さん、相手対象者が僕の動きを感じ取って、あ、こう動くんだっていうふうなことを自分でこう選択していきます。あ、ありがとうございます。考えというものを皆さん取り込んでいただくと
が限界がありまして、教える側の知識や経験、僕の知識以上のことは皆様にはお伝えできないので、知識経験に左右されてしまったり、あとその受講生一人一人の個性は生かされなかったり、あとこれは当たり前なんですが、こう受け身にさせてしまう、この講義形式だとこの受け身にさせてしまうというのは当然なんですが、対患者となった時にこう受け身にさせるというのはすごく僕はこう危ういなというふうに思うんですね、はい、で対照的にコーチングの説明です。コーチとは語源はもともとは馬車のことを指す言葉だったそうです。で大切な人をその人が望むところまで、送り届けるという意味でもともとは使われていたんですが、それが転じて、人の目標達成を支援するという言葉に意味合いで使われるように、このビジネススキルの中では使えるようになりました、はい、コーチングは問いかけて聞くことを中心とした双方向のコミュニケーションをつけて、相手がアイデア選択肢に自ら気づいて目標、自発的な行動に移すことができる、自発的な行動にこう移せるように促していくような、そんな手法です。これにもメリット限界がありまして、考える力を育て、自発性、応用力、再現性を高めるというところ、可能性を引き出すことができ、個性を生かすことができ、学習自体を学習能力自体を上げることができる、はい、でこれにも限界ができないことがございまして、時間がかかったり、大勢をいっぺんに育成することができなかったり、方法が多様化するので個別にこうなかなか複雑難しいっていうところ、あと相手に全く知識がない場合には、これがなかなか使えなかったりします。そして今回ティーチングというのは、皆さんこうよく聞き覚えがある、取り込みやすい言葉なのかなというふうに思いまして、今回このコーチングの基本スキルを、お伝えできたかなと。で基本スキルというと、200以上あるそうです。ただ、我々理学療法士の臨床の場面でしこう活用できるようなスキルがいくつかありますので紹介したいと思います。この初めに出ているこの4つですね、対象者への関心、共感を得たり、形状、相手が何が言いたいのかこうしっかりこう最後まで相手を遮らずに聞いたりだとか、承認で、あこれできたね、やったねとか、あと質問、これどうしたい、起きれる、起き上がれそうとか聞くっていうのは、普段もう皆さんもされていることだと思います。そして、このコーチング、相手を自立させ、もしくは、本人の中で、主体性を持たせるためのこれもスキルなのかなと思ったスキルがこちらですね。ニュートラル、話し手の問題であることを意識し、自分の主観で意見を言ったり感情的にならないこと、これはこっちが感情的になるんではなくて、相手を感情的に、いや感情的にならせるわけではないんですけど、あなたの問題ですよっていうところを重きを置いて、こっちはあえて、あくまでも俯瞰で相手を見る、冷静に問題点を抽出する、評価した内容ですよね、評価して相手にこんなところが問題ですとか、こういうふうにしたらこの目標達成できますとか、そういうところを冷静に相手に伝える、これがフィードバック提案ですよね。でこの基本スキルというものを生かしながら、こう相手の自主性、相手の中に答えを見出して、相手がその答えに向かってこうかなこうかなっていう試行錯誤を行うことを手伝えればいいかなというところが、このコーチングのスキルになっています。これがティーチング、以上がティーチングとコーチングの
スキル、基本的なものすごく短いものなんですが、このようなものになっております。患者さんには何が必要か、ティーチングなのかコーチングなのか、場合によってはティーチングだけでもいい場合もありますし、コーチングだけでもいい場合があります。すごくパフォーマンスの高い人、そして難易度の高いことをするスポーツ選手なんか、医療福祉が関わる場合にはコーチングというところも必要でしょうし、例えば、本人の中に全くどうしたらいいか分からないっていうふうなことを持っている方、患者さんに対峙する場合にはティーチングという考え方も必要かと思います。ただこの病院に働いていて、なおかつその来る対象者の方が患者さん怪我して病気して、そこから、家に帰らなければいけないっていう目標に、どうすればいいか、こうやっていこうっていう教えて指し示すような、その両方必要、複合的に患者さんとコミュニケーションを取っていく必要があるのかなと思います。なのでこの実践で E を大きく丸で囲んでますが、これが、多く必要なのかなと、これはすごく僕の主観なんですが、このように、分けさせていただきました。最初の図で先ほどのティーチングとコーチングを絡めて、説明させていただきたいと思います。はい、多動運動から自動運動になるにつれて、我々セラピストの触れる頻度はだんだん減ってきます。そして、患者さんの主体性、こう活動量だったりとか、どうやって動く量っていうのがだんだん増えてきます。それをお手伝いするのが、まずは多動運動、こういうふうにやったらいいっていうところを患者さんにお伝えして、それをどうやって活用したらいいのか、どういう方向に向かってやったらいいのかっていう、こう包括的なこうマネジメントっていうのがコーチングになると思います。で、ティーチングはあくまでティーチング、コーチングはあくまでコーチングなので、こうどっちがいいっていうことでもないんですけど、やっぱりこう役割分担をしっかりして、多動運動、そしてこう自動解除運動から自動運動っていう、こんな考え方で臨床をすると、ちょっとこう整理がつきやすいのかなと思いまして、今回ティーチングコーチングの話をさせていただいております。そこで先ほど前で1名様だけでデモンストレーションさせていただいたんですが、一度皆さんでやっていただきたいなと思います。隣のペアになる方っていらっしゃいますか？一人の方っていらっしゃいますか？隣の方。では、あなたはこちらに来ていただいて、女性の方が一人で、いいですか？お手伝いしていただいて。はい、では、皆さん立ち上がってください。信じる、感じてください。で、向かって左手、こっちですね、左こっち側にいる方は動かす、でこっち側、反対側に向かいにいる人はそれについていってください。これはもう方向はお任せします。まず上に行ったり下に行ったり、こう圧を加えるわけでもなく、
なんかもうひっついてる感じ。よろしいですか。こんな感じ、なんか不思議、なんかくっついてるというか、なんだろう、つながってるみたいな感じを感じていただけたかなと思います。じゃあ反対に、講師にお答えしてみましょう。
引っ張ったり押したりしていうことを、これがピーチングっていうふうに、今回ご説明をさせていただいております。で今ちょっと体が温まったところですが、ちょっとまたクールダウンしてもらって、気胸動作の内容に移っていきます。気胸動作、あとは重心の位置を水平方向や垂直方向に移動して、地磁気底面の広さが刻々と移り変わる不安定な均衡状態から安定した静的姿勢を構築する一連の過程の動作っていうふうに定義がつけられています。これで親とこの定義を見て感じたのが、寝返り起き上がりだけが気胸動作じゃないんだなって、今回このセミナーをさせて研修会をさせていただく、お話をさせていただくことで、こう僕の今までの間違った認識っていうのが、こうちゃんとした正しい日本語を使おうというふうに思って、お知らせではないんですが、載せさせていただきました。寝返り起き上がり動作は、多種多様で、寝返り動作は19パターン、起き上がり動作は89パターンあります。で、こう皆さん、患者さんっていうのはいろんな種々のこう起き上がり動作だったりとか寝返り動作をこう勝手にね、こっちが何かしだ、こうしてよ、ああしてよっていう前に、ちょっと起き上がってみてって言ったら、なんかみんなそうやって起きるんだとか、寝返るんだとか、違った様式で起き上がると思うんですよ、ね、ただここで私がお伝えしたいのは、この中で一つです。この代表的なパターンをお伝えしたいと思います。代表的なパターンは屈曲回旋パターンと伸展回旋パターンがあることが広く知られていますが、屈曲回旋パターンは頸部の屈曲回旋から始まり、上部体幹が回旋していく、そしてそれにつられて、下部体幹へこう回旋運動が伝わっていく動作のことです。そして伸展回旋パターンは頸部体幹を伸展しながら骨盤体から回旋が始まって、徐々に上体幹の方へ、頸部へ、回旋運動が伝わっていく様式となっております。先ほどたくさん動作があるということだったんですが、寝返りのどのパターンにも共通しているのが、寝返るという言葉からも連想できるんですが、肩甲体と骨盤間の体軸内回旋、とにかく転がるというところが、一番重要なところになっています。で、今回ですね、この寝返り動作を使って例に立って、先ほどのティーチング、コーチングの考え方でこの寝返り動作を誘導していこうと思いますので、詳しい寝返り動作、全ての寝返り動作するわけではなく、今日はこの屈曲回旋パターンの誘導をしていこうと思います。これは僕の頭頂部ですが、転がりやすいのはどっちだろうっていうところでちょっと問いかけをさせていただいてます。こうやったら分かりやすい。さらに、こっち右側ですよね。なんかすごい転がりやすそうじゃないですか。どっちでも転がれそう。こっちはすごいなんか安定してますよね。で、この安定と不安定の移り変わりが気胸動作ということなので、この不安定を作り出すという過程が、寝返りにも大事になってきます。そして先ほど図示したポイントっていうのが、寝返り動作を実行する上で重要なポイントになってきます。この3つが大事です。地磁気底面を縮小させて重心を上方に上げる、それで回転力を得る。地磁気底面を縮小させることも、重心を上方に移動させることも、両方とも回転力を得ることにつながってきます。で、さらに筋力だったり重力だったり、いろんな
内力外力が加わって回転力を得ることで、願いを行っていきます。願い動作の総分けです。教科書でも見たことあるかもしれませんが、3層に分ける場合は頸部の動きと肩甲体の前方突出からリーチが起きるまで、までです。で、2層目上部体幹が改善を始め、上側になる方が下側になる方にこう上に配列一直線になるまで、そして3層下部体幹が改善し始めて、上部体幹にこう並行してところまでというふうに3層分かれていますが、まず第1層の動き、簡単に説明させていただきます。頸部の動きと肩甲体の動きとリーチが起きるまでということで、まず頸部の動きです。わずかに頸部屈曲回旋が起きて、体幹と骨盤の筋連結を起こすということで、簡単に言いますと頸部を屈曲することで、お腹の方に力がこう、すごく感覚的なことで申し訳ないんですが、頸部屈曲することでお腹と首周りがずっと一塊の団子のようになっていきますよね。そういうことで一塊にすることを、筋連結とここでは説明されているんですが、そのイメージで見て思っててください。そして上肢ですね、これは右に寝返ろうとしているので、左の肩甲体の上前方突出に四肢基底面を縮小させ回転力を得ようとしています。この時前方突出の主導先の前鋸筋と肩甲骨を胸郭側へ押さえつける、僧帽筋の中部線維が協調的に活動しています。この動きを、筋肉的によく考えることなんですが、今日はちょっと感覚的に、こういうふうに動くっていうところをしっかりイメージを持っていただいて、先ほどやった、押し合いっていうところをまずデモンストレーションさせていただいて、皆さんに、していく、このまず首から、まず、デモンストレーションさせていただきます。なので、ベッドの準備をお願いしていいですか。
真下に手を置いてもらう。この手は多分枕だと思っていただいて、この大後頭隆起って分かります？そのちょっと下側ってへこんでます、ね、このへこんでるところって、第二頸椎が入ってて、その第二頸椎って回旋だったり結構可動性の高いところなんですけど、まあ、そこを若干イメージしてここを首で僕の手で押せる、腰関節をこうやって持ち上げても分かる、分かりますよね、これ腰関節っていうところです。で、今彼は頭部を後方に引くことで僕の手を押し、押そうとしている。これだと頸部屈曲できない、頭部屈曲できない、あ、これじゃこれとちょっと誘導できないなと。じゃあちょっと顎失礼します。顎をこう持ち上げます。これを引いて顎と喉で僕の手挟んでもらって、こうそうそうそう。挟むようにもっと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 。はい、で、これ左手でちょっと頸部の屈曲を促してますが、こう曲げて、でこう挟む、挟むことで、挟むって抽象的な言葉なんですけど、本人の中で挟むって言葉が、あ、こうだよな、こうだよなっていうふうに、こう連想が僕と対象者の中でイメージが合致したときにこの動きが出るかもしれない。で、回線が出るとしたのはこの大後頭隆起、後方自分でちょっと触っていただきたいんですけど、右側と左側ってなんかこうモリッとしてて、右、真ん中がありますよね。で、触ってる側にちょっとこう横に移動させると、なんかこう回、自分の首を回したくなるような感じで、分かりますか？そこで自分の頭をこうコントロールできちゃうというか、で、そこを僕今の骨盤を持ってます。で、右の骨盤を押さえて、じゃあこっちをちょっと曲げます。この右の骨盤を押さえるように押さえてください。そうそう、こっちこうやったら、まず頭部回旋が起きるんですけど、さっきの頸部の屈曲、頭部の屈曲を合わせて、はい、曲げて、はい、回して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 、これ回してって言っちゃってますね言っちゃってますけど言っちゃってますけど、ここの押さえてっていうところを一番初めにどこに力が入ればいいんだろうっていうところを相手に伝えることができればいいかなと、その一つのこうアイディアだと思っていただけたら。で、先ほどやった一つ、まず頸部を屈曲、ここ、顎を挟んでください、挟んでください、もっともっと挟んで、僕の手を追い出して、で、こう、顎の下だったら、こう追い出すように、こう中に力が加わっていたり、そして、回すときには、右に、ここの、押さえてるところを押してみて、押してみて、押してみて、こう挟んでください。っていうことが出ます。についてはで、左手のこちねがありますので、左の上方突出、前方突出を打つ、これは分かりやすいと思います。手元が見えますので、それでこれからこう遠くに押して天井の手を伸ばしていきます。これ動きを僕引っ張るわけなんですけど、でこれを押さえて、まあ、先ほどやったように、こっちを
仕返してみてください。そうそう、仕返してました。そしたら、なんかね、この人は、ね、後藤さんはこう外に開きたがるような感じがあるんですよ。まっすぐ押してきて、こう押さえるように、そうそう、あ、そうそう、そっちそっちって、こう、僕の作用と反作用が一直線上になった時に、こう、止まりたい。もっと押してみて、こう、こう、そう。もっとして、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 もっとして。で、僕が、ここまで行くと0.1ですけど、はい、もっと押して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 、だったら、結構体がぐるっと上がってくる。さっきの2つの動きが、今の部分と、こう、何しかない状態が逆転したときに、さっきの第一層が起きるってくるのかなと思います。では、今、椅子が、とテーブルが細いんです。ちょっとご協力いただいて、皆さんの前と後ろの机を、こう、ガチしていただいて、で、一つこんなベッドを作っていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、お願いします。じゃあ、この前の、後ろと前の2列と、すいません、もう一度指令を変えます。このままベッドは机はこのままで結構ですので、片方が横になっていただいて、片方がその横に立ってもらってよろしいでしょうか。それ一人が一人役、一人が賢者役ということで、確認という感じですね。下にやると重力で大丈夫。そうそうそう、できてる、できてる、できてないっていうのは、そこで首が、顎が引かれて、頭部が屈曲していればできてるという感じ。で、これでどうやらなんかもうちょっとだなと思ったら、先ほどやったこう顎に指を、手のひらを添えようとして、で、この指を顎と頭部で挟み込んでください。こっちも痛いぐらい。
皆さん、頭部は曲がってきたでしょうか、屈曲してきたでしょうか、はい、で、これであと頸部も屈曲してこないといけないんですが、これに関しては、もう今この場ではちょっと誘導してあげるということで済ませてしまいます。で、今度左手、まあ、右に行くんですけど、まあ、天井に手を伸ばしてみましょうか。肩甲体の前方突出、はい、で引っ張って、あ、こっち天井に上げるんだよっていうことを、こっちも引っ張ってあげて、こっちの方で手のひらを合わせて、で賢者の方は真下に押さえる、でそれを持ち上げるように押し返してください。で持ち上がらない場合は、あ、ちょっと力が弱いかもしれないので、こう感じてもらって、あんまり強い力でやっても難しいじゃないですか、そこを感じてもらって、めっちゃ飛ぶ、急ぐに行きます。おっしゃ、なるほど。そういう場合ね、結構ね、こう力入っちゃう場合がありますよね。この時にはもう枕で あらかじめ頸部頭部屈曲を出してしまっていく方が練習としてはやりやすいのかなと思います、うん、でもう手を見てもらう、まあ、いろんなこう別のコマンド入れたりするんですけど、進展になりやすいとは、その進展させていない状況から動作スタートした方がやっぱりこう患者さんにも分かりやすかったりすると思います、はい、なんでちょっと顎が上がってるから、ちょっと澤さん顎が上がってるんですよ、はい、では皆さんできましたでしょうか。
この研修会が難しいので、またいつでもお昼でもいいですし、終わってからでもいいし、あとで LINE 交換して、ね、こうやったらこんな時どうしたらいいですかとか、個別で対応させていただけたらなと思いますので、何でも声をかけてください。で、残り2層も3層もあるんですけど、すいません。これがですね、ちょっと動きが大きくなるのと、あと、こちらの都合で申し上げないんですが、ちょっと時間の都合により、なんでカットさせていただくんですが、説明だけさせていただきます。さっきの前方突出っていうところで、なんとなくされてた方もいらっしゃるんですが、上部体幹が回旋し始めて、左の外腹斜筋、内腹斜筋が働いてきます。そして、この上部体幹が回旋していきます。はい、寝返る場合はこの真横に動くような動きになってきます。そして第3層がその後こう追従するように筋の働きもあるのかないのか、というところなんですが、もう骨の連動、筋肉の連動、皮膚の引っ張る具合によって上部体幹から下部体幹に動きが連動して回旋していく。で本来であれば第1層か第3層まで流れてやっていくやつだったんですが、これは割愛をさせていただきます。大変申し訳ないです。そしてあっという間で最後になってしまうんです。大丈夫です、はい、すいません、お気遣いありがとうございます。そして最後になんですが、この私が気をつけていることっていうのは、こう自分だけが気づいている、知っているだけでは患者さんをこっちの思うようにというか導くことができないなっていうふうに感じたんですね。でこれはもう動きの患者さん本人がこっちのやり方を感じることだったりとか、セラピストがしようとしているとか、どうなってもらいたいかとか、こういうことを伝えて、相手もあ、もう分かる分かるってこう感じてもらうことっていうことがすごく大事なんじゃないかなって思います。でそれがあるとより知識っていうものが患者さんに反映されるのかなというふうに思っています。共に共感できるところ、できるところ、できないところをお互いに、あ、そうだよね、これできないよねっていうことができれば、目標を目指す過程でその患者さん本人の自立、自主性っていうのは生まれてくるのではないかなと、これはすごく理想論ではあるんですが、患者さんに気づいてもらうということを今回後半お話しさせていただいて、少しでもお伝えできたらなと、共感していただけたらなと思います。最後にいいことだけ言わせてください。やってみてって、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじという言葉、これは人材育成マネジメントの中ですごく有名な、文言なんですが、左の方は山本五十六という方で、海軍大将の昔の旧大日本帝国の、海軍の大将、まあ、こんな人ですね。この人が、すごい日本全体の総統だったので、マネジメントがすごい上手かった、有名になるぐらい、評価されてたんですね。で、この言葉っていうのは先輩から後輩に伝えることだし、ことだなと思ってたんですが、我々の患者さんに対するこの双方向の、関係の中でもこれっていうのはちょっと文言を変えればこう当てはまることができるんじゃないかなと思いまして、この言葉で私の、講義を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。吉見先生ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。いいですかね、はい。時間の都合でですけど、まだまだ少し時間調整できますので、皆さんどうですか、質問とか、ここのさっきのこんなのどうだとかっていうのもあったら、どうぞどうぞ活発なご意見とかですね、ディスカッションできたらと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。
コンテナビテーションビューイング独立防止2名の田中と申します。大変貴重なご協力ありがとうございます。いくつか質問の方がございまして、さっきの、企業動作の、やっぱ経営部また上司からの誘導方法というところで、2つの動作が絡まった時にやっぱし、まあ、理想としては片方の経営部からの誘導がうまく入ってそれが補助的にできるようになってから上司の、まあ、誘導とかっていうふうになっていくとは思うんですけども、やっぱこう2つのものを誘導するとなるとやっぱしなかなか難しかったりどういうふうに誘導されているのかなというところと、やっぱしこう、まあ、その上司からとかこう企業動作から体幹の方にアプローチがしたいとかっていう時に企業動作だったりとかを、少し選択させていただくことが多いんですけども、その際にこう上司も真規則の上司だったりこ う, うまくリーチができない肩甲骨が動かないっていう方の、まあ、誘導方法だったり、そもそもこう口頭指示が入らなかった時とかにどういうふうな、誘導されているのかなというところを質問させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まず一つ目が、経部と、まあ、体幹っていうと別個である場合にどういうふうにどのようにこう誘導しているかということなんですが、寝返りの場合だ、お話しさせていただきますと、経部をずっとこう曲げ屈曲している保持ができていないとこうなかなか、まあ、この先に見える起き上がりだったりだとかこうまずそこに力が、必要だと思うんですね。なのでこの倒れない、もう無理だってこう後ろに頭が落ちてしまうような方の場合でも、上肢の練習がしたいっていう時にはもう枕の高さを調整するなどして、ちょっと長めの枕で一つの枕を、ちっちゃめの枕を二つ並べるなどしてその上をもう頭部が屈曲した状態をもう事前に作った環境でじゃあこっちに、寝返る方向にこう動いてみましょうか。この背骨を中心な回転軸で上方リーチしてください。こういうふうにすれば、まあ、手が立ってくるのかなと思います。で、2つ目が、出力スーさんはこう固まりだったりとかでこう上司からアプローチってことが難しかった場合の上司以外からのアプローチとあとは後頭指がなかなかこうリズムに差し込んだということですね。ありがとうございます。そうですね、やはりなかなかリーチができないというこのリーチができない理由が麻痺であればこの麻痺のどんな燃焼のせいで動きができてこないんだろうっていうのは確認した方がいいのかなと思います。軽縮によってとか連合反応によってこう求めた動きと違う動きが出てしまうっていうことはあると思うんですけど、こうやってどんな時に起きるんだろうっていうのをまず確認しないといけないのかな。まあ、過剰に出力が出た場合連合反応とか出やすかったりしますけど、こうなんか丸いボールの上に手を置いてみてそれを転がしてみてとかその上肢の重量っていうのをなくしていくことでこう MMT でいう最下のレベルの出力、まあ、2だと1だというのを出力量を減らしてみるとか運動方法だけ教えるときには脱力できるかなというのを確認してみて脱力ができるようであれば動きに沿わせるような状態から運動の動作を誘導したりしたりします。あと言葉で伝えられない方なかなかコミュニケーションが取れない方の場合はなかなか難しいんですけどまず言葉が通じないけど身振り手振りで理解ができる方だったらやりやすいと思うんですね。引っ張って先ほど言ったピッチングということでこっち動かすやってみたいなこういうことでコミュニケーションが取れるんであれば、先ほどのティーチング、コーチングという考え方ですけど、こう段階を置いて相手の確認の動作が分かっているかどうかっていうのを本人に確認しながら動作指導していればいいかなと思うんですけど、全くが意識がこうこっちのコミュニケーションが取れない場合っていうのは、本人がもっと何どうやったらこの手伸ばすんだろうっ
ていうところにやっぱ気に、重きを置くことが必要なのかなと。なんで動くことはこうそういう二の次で、こういうふうな動きってどんな時にあるんだろうって、例えば赤ん坊が上のガラガラを手を伸ばしてやる、あの動作、情報のリーチなんですよね。あれはなんか気になってこう触りたいからこうなんか興味を示して手を伸ばすわけですけど、そこでなんかその患者さん、まあ、対象者が興味持つようなものをこう手を伸ばして触りやすいのに、すごく綺麗なものだったりとかっていうものをこう興味を引きつける何かでリーチの場合はしていくことがいいのかなと思います。すみません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今の一つ目の質問のところで、頸部の環境がなかなか難しい場合、状況が厳しい場合、環境設定してからリーチングの話がありましたけど、最終的にはここどうしていくんでしょう。ヘッドコントロールってやっぱり初動ですごく重要だと思うんですけど、まあ、環境設定して次行けるんだけど、まあ、最終的にここってケアしていく必要はどうですか。あ、そうですね、最終的にケアしていく必要はあると思います。で、そのケアし頭部のコントロールの中で、じゃあこう動作は可能なんだけどそれを持続していくことができないのか、それとも方向がなんかこう本人の中で理解が難しいのか、それとも改善する中でなんか障害、痛みだったりなんか突っ張り感があるようであれば、それを強化してそれを解決していくことで、まあ、何を鍛えればいいか、何を改善していけばいいかっていうところが見えてくるのかなと思いますね。そこで、まあ、ベースアップが必要ならやっぱ数こなすしかないですしっていうことになるので、まあ、そのように対処をして私は言っています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さんも仮にいかがですか、何かありますか。はい、じゃあ、日々ものすごく頑張ってきたんです。4年が残ってまとめ上げてっていうところで、最終的にこういうような形になったと思います。皆さん本当ありがとうございました。宇都宮先生ありがとうございました。そうしたらですね、5分間休憩入れさせてもらいます。5分後に、次は海老名総合